見る力を実践で鍛える DS 眼力トレーニングは、任天堂から2007年5月31日に発売された、任天堂 d s 用見る力トレーニングソフト、タッチ・ジェネレーションズシリーズの一つ。5つの眼力をトレーニングし、鍛えるゲーム。5つの眼力とは、動体視力、瞬間視、眼球運動、周辺視や目と手の共同差である。 基礎トレーニングとスポーツトレーニングがあり、各トレーニングにおいて、普通レベルで高成績を記録するか、一定数のハンコを押すと、難しいレベルが追加される。1日に1つトレーニングすると、カレンダーにハンコが押され、ハンコが増えるたびに、新しいメニューが追加されていく。またその日最初のトレーニング時には、冒頭で目に関する豆知識が紹介される。 このゲームは視力を鍛えるものではない。目年齢を1日1回測定することができる。20歳を最高として算出される。自分の目年齢に応じて問題の難易度が変わる。毎回ランダムに基礎トレーニングの中から5つのトレーニングが選ばれる。レベルは連続タッチとナンバータッチ以外は正解で上がり、不正解で下がる。連続タッチは状況に応じて上下する。 AB2008 年3月期決算説明会資料ありがとうございます。